再開します。ノンストップで読んでいきます。ただいまからは新思考本義、まず太子校事情第70、ここの目録から読んでいきます。思考をすでに立ちて立国を平権す、法を溶かし脅威、ここに感覚を付す、尊号を帝と称し、武に誇り力に任ず、二世運の受け、死へ考慮たり、思考本義第6を作る。始皇帝が即位して立国を平頓した。諸国の兵器を集め溶かして釣り鐘を鋳造し、戦争が起こらないようにした。自ら尊号を皇帝と称し、武威を頼んで強圧的な政治を行った。二世胡亥が幸運を受け継いだが、宦官長江に殺され、三世の子衛は劉邦に投降し捕虜となった。そこで思考本義第6を作った。新思考本義第6。真の始皇帝は真の創造王の子なり、創造王真のために蝶に知しいたり、呂不韋の木を見喜んでこれをめとる、思考を生む。真の小王48年正月をもって簡単に生まる。生まるるに及びて名付けて生となす。生は長子、年13歳にして創造を死す。生変わり手立ちて新王となる。真の始皇帝は真の創造王の子である。創造王は真のために蝶の国に人質となって、蝶の都の簡単にいた。呂不韋の家にいた夫人を見かけて、その美しいのを喜んでめとり、始皇を生んだ。学て始皇は真の創造王の48年正月に簡単に生まれたのである。生まれると生と名付けた。生は長子である。13歳で創造王が死んで、生が代わりに立って新王となった。この時にあたりて真の地すでに覇色漢中を合わせ、縁を越え栄を保ち南軍を置く。北は上軍伊藤を治め、加藤大元上等軍を保つ。東は慶陽に至り、二州を滅ぼし三千軍を置く。呂不韋を将となし、10万戸に奉じ、号して文信公という。品格有志を承知し、もって天下を合わせんと欲す。李氏、社人たり、蒙古、王毅、兵庫ら、将軍たり、王、年和公、初めて位につき、国領大臣に委ぬ。信用反す。元年、将軍蒙吾を打ちてこれを定む。この時にあたりて秦の領土は、西方はすでに覇蜀漢中を合わせ、南方は燕を越え、その栄を有して南軍を置いていた。北方は上軍伊藤を治め、加藤大元上等軍を合わせ有し、東方は河南省の慶陽まで至り、東と西の二州を滅ぼし三千軍を置いていた。呂不韋が宰相となり、10万戸に奉ぜられて文信公と号した。賓客は遊説の死を承知し、天下を平頓しようと望んだ。李氏が社人の官であった。蒙吾王毅、兵庫らが将軍であった。王は年少で即位したばかりであり、国の政治は挙げて大臣に委ねた。ところが三聖省の信用で反乱が起こった。始皇の元年に将軍の蒙吾が打って信用の乱を平定した。2年兵庫をそっと率いて剣を攻む、首を切ること3万。2年に兵庫が兵を率いて義の地の漢を攻めて、
首を切ること3万であった。ごめんなさい、漢じゃなくて剣ですね。幕と書いて剣。三年孟豪漢を攻め13条を取る王騎死す。10月将軍孟豪魏氏の趙勇気を攻む年大いに雨。三年に孟豪が漢を攻めてその13条を取った。将軍の王騎が死んだ。10月に将軍孟豪が魏氏の趙勇気を攻めた。この年は大飢饉であった。4年趙勇気を抜く。3月軍やむ。秦の知事趙より帰る。趙の大使いでて国へ帰る。10月行員甲中東方より来たりて天の王う。天が益す。百姓の族千石をいるる者に尺一球を配す。4年に魏氏と魏氏の趙と勇気とを抜いた。3月にその兵を退け納めた。秦の人質が趙から帰り、趙の大使が秦から帰国した。10月の行員の日に、イナゴムシが東方から飛来し天を覆った。天下に悪疫が流行した。庶民で穀物千石を献納した者には爵一級、すなわち秦の最下の爵位の行使を保った。5年将軍豪魏を攻め三層を定む。遠挙徴兵要求三要城皆これを抜き20城を取り初めて東軍を置く。冬雷なる。5年に将軍の孟豪が魏を攻めて河南省の三層と遠挙徴兵要求三要城などを抜き20城を取ってこれを平定し初めて東軍を置いた。冬に雷が鳴った。6年漢魏趙英蘇ともに秦を討ちて受領を取る。秦兵を追い出す。五国の兵やむ。英を抜き東軍に迫る。その君各その士族を率い移りて野王におりその山を隔てもって魏の課題に放す。6年に漢魏趙英蘇が共同して秦を打って元趙の地であった受領を取った。秦が兵を追い出すと五国の軍は恐れて退いた。秦の兵は勢いに乗じ英を抜いて東軍に迫ったので、英の国王の元はその一族を率いて河南省の野王の地に移住し山を隔てて魏の課題の地を頼みとしてわずかにその居に休んじた。7年水星まず東方にいで北方に現れ5月西方に現る。将軍豪死す。梁胡慶都を攻めて帰れる兵をもって宮を攻む。水星また西方に現る。16日家太公死す。7年水星がまず東方に現れついで北方に現れた。5月には西方に現れた。将軍の孟豪が死んだ。梁胡慶都を攻めて引き返した軍で河南省の宮を攻めた。水星がまた西方に現れること16日間に及んだ。この年宋襄王の聖母家太后が死んだ。8年王の弟長安君成京軍を率いて趙を討つ。屯留に反す。軍吏皆斬死せらる。その民を林島に移す。将軍壁死す。その屯留の法各藩死す。その屯留の捕獲藩士死す。その屍を陸す。影大いに登る。
傾斜十馬にて、貧がしして尽きて食らう。求愛奉ぜられて超信仰となる。これに三葉の地を与え、愛をしてこれにおらしむ。救出、シャバ、衣服、縁誘、治療、愛に欲しいままにせしめ、こと正代となく、皆愛に決す。また火星の大元軍をもって改めて愛国となす。8年に王の弟の長安君成教が軍を率いて長を討ち、まだ帰らないうちに三聖省の中東の民を従えて謀反した。秦はその平定のために兵を送り、成教は屯留に死に、彼に従った軍吏たちは皆斬死にさせられた。屯留の民を遠く西方の甘粛の地に移住させた。将軍の壁が死んだ。彼に従っていた子卒の屯留の人歩行がまた反乱を起こして死んだ。そこで秦はその屍に中陸を加えてこれを罰した。黄河が洪水でたくさんの魚が地上に上がった。民は住居を失い、傾斜や火馬に乗って東方に逃れて食物を求めた。老愛が奉ぜられて超信仰となり、これに三葉の地を与え、そこに居住せられた。居住させられた。救出者は衣服、縁誘、狩猟など皆愛の欲するままに任せ、政治も大小となく皆愛の意のままに決せられた。また火星の大元軍を改めて愛国とした。九年彗星現る。ある日は天に渡る。義の縁保養をせむ。四月正陽に祝す。貴勇を冠し剣を帯ぶ。超信仰愛乱をなして現る。王の御事および太后の事を偽り、もって剣卒および英卒、歓喜重敵の勲功の謝陣を発し、まさに記念級を攻めて乱をなさんと発せんとす。王これを知り、小国小平君小文君をしてそっと発して愛を攻めしむ。寛容に戦い、首を切ること数百、皆尺を廃す。および患者皆戦いのうちにある者もまた尺一級を廃す。愛ら廃走す。すなわち国中に礼す。愛を聖徳する者あらば銭百万を賜わん。これを殺さば50万と、ことごとく愛ら、栄意、決、大志、死、左翼、決、中退不礼、中退不礼、聖ら、20人を追う。はい。皆教主し、車列して持って唱え、その僧を滅ぼす、およびその社人の軽き者を鬼神となす、および尺を奪い職に移す者、四千余か、暴領に家せしむ。四月関東にして死する者あり、陽炭は炎症せむ。水星、西方に現れ、また北方に現る。とより、以南は80日。九年に、彗星が現れてある時には天一面に広がった。義の寒保養を攻めた。寒じゃなくて縁。縁保養を攻めた。四月には正すなわち新王は秦の古都陽に宿泊し、貴勇の日に王は寒の礼を行って剣を帯びた。この頃長信公老愛が乱をなそうとしていたことが発覚した。すなわち愛は王の印と太后の印を偽り用い、各県の兵、近衛兵、近衛騎兵や重敵の勲功の謝陣らを挑発し、陽の記念宮を攻めて乱を起こそうとしたのである。秦王はこれを察知して、最小の小平君と小文君に命じ、兵を発して愛を攻めさせた。最小らは秦の都の寛陽に戦って大勝し、首を切ること数百に及んだ。皆その功によって尺を賜った。また患者で戦いに加わった者も皆尺一級を賜った。愛らは敗走した。よって国中に命令を出して、
愛を生け捕りにした者があったら銭数百万を、殺した者には50万を賜うと布告し、愛とその一等の栄意の間の決、大志の間の死、左翼の間の決、中大夫の間の聖ら20人を生け捕りにした。そこでみんな車先の刑に処し、晒し首にしてあまねく国民へ見せしめにし、その一族を皆殺しにした。またその斜陣で罪の軽い者は3年の徒刑とし、図刑とし、薪を取って僧廟に補給させた。さらに爵位を賜って職に移した者が4000余かあって、これらは皆破職の亡霊に居住させた。この4月は寒気が厳しくして凍死者が出た。秦の将の楊端和が魏の遠氏を攻めた。彗星が西方に現れ、また北方にも現れた。北斗星より南のものは80日間も見えた。10年小国呂不韋、旧愛に座して免ぜらる。寒気を将軍となす。聖朝来たりて地主す。聖人某将秦王に説いていわく、秦政に天下をもってこととなす。しかるに大王、母太鼓を移すのなあり。おそらくは諸侯これを聞かば、これによりて秦に背かんと。秦王すなわち太鼓を陽より迎えて寛陽に入れ、また寒仙宮におらしむ。大いに求めて核を追う。李氏上書して曰く、李氏上書してと書く、すなわち近くの霊を病む。10年に呂不韋は旧愛の乱に関係ありとして官を免ぜられた。寒気を将軍とした。聖都庁から来朝したので酒宴を開いて供応した。聖人の某将が秦王に説いた。秦は現在天下統一を目標としておられます。ところが大王は母の太鼓を陽にお流しになったという悪評がございます。おそらくは諸侯はこれを聞きましたならば、このことで秦に背くことでございましょう。そこで秦王は太鼓を陽から迎えて再び寒仙宮におらせた。国中を大捜索して、外国から来ていた遊説客を国外へ追放した。李氏が上書をしてその日を説いたので、蓄覚の霊をやめた。李氏はよって秦王に説いた。まず官を取りまして他の諸侯を脅しましょう。ここにおいて死をして官を下さしむ。官をこれを憂え、官費とともに秦を弱めんことを図る。大量の人うつ量来たりて秦王に説きていわく、秦の教をもってせば諸侯は例えば軍権の君臣のごとし、ただ諸侯合唱し大手不意に遺伝ことを恐るのみ、恐るるのみ。これすなわち地薄不佐貧王の滅びしゆえんなり。願わくは大王、財物を惜しむことなく、その豪心に舞いない、もってその計りごとを乱れ、30万金を牛の王に過ぎずして、すなわち諸侯を尽くすべからんと。秦王、その計りごとに従おう。うず領を見るに高齢し、衣服職員領と同じうす。領曰く、秦王は人となり、包摂長目、市長の胸、祭の声、御宿納して古老の心あり。役におるときは人の下にいでやすく、志を得るときはまた人を軽食せん。我は不意なり。しかれども我を見るに常に身自ら我に下る。まことに信王をして志を天下にえしめば、天下皆領とならん。共に久しゅう遊ぶ上からずと、すなわち逃げ去る。信王を悟り固くとどめ、もって秦国の意図をなし、ついにその計策を用う。思考して李氏ことを用う。そこで李氏に命じ、
漢を下すために向かわしめた。漢王は大いに恐れ、放火の死、孔子の官費と秦を弱める策を練った。大領の人、宇都領という兵学者がやってきて秦王に説いた。秦の兄弟を持ちまして諸侯を見ますれば、例えば軍権の君臣のような微弱な弱小なものですが、ただ諸侯が合唱し一斉に不意打ちをしてくることだけが心配でございます。これこそ秦の智伯、呉王の房、政の敏王の滅びたわけでございます。どうか大王は財物を惜しむことのなく諸侯の重臣に賄賂として送り、秦を討とうとする謀略を乱していただきたい。30万金を失うに過ぎないで、天下の諸侯はことごとく秦の支配下に入りましょう。秦王はその計に従った。そして宇都領と会うときは対等の礼をとって、衣服飲食に至るまで領と同じにした。領はあるとき秦王の人となりは、鼻が高くて蜂のような形、切れ長の目、盲腸のような突き出た胸、蔡、山犬のような声で、恩愛の情が少なく、古老のごとき心で足ることがない。困窮しているときは人の風下に立ちやすいが、志を得て順調に立つと、人を軽蔑して残虐に扱うであろう。私は無為無感のものだ。それなのに私に会うときはその身、自らを私の下に置いている。まことに秦王が志を天下に得るようになったら、天下は皆その奴隷のごとく扱われるであろう。久しく交際することのできない人だと言って逃げ去ろうとした。秦王はこれを悟って固くとどめ、領を秦国の宇都城、いいですね、ごめんなさい、いいでいいんですね、いつという部下にし、宇都領の計画を用い、李氏がこれを政治に実施した。11年王翦歓喜楊端は行を攻め九条を取る。王翦敦与楼陽を攻む、皆合わせて一軍となす。戦将たること18日、軍徒職より以下を返し12人のをして軍に従わしむ。行安陽を取る、歓喜将たり。11年に王翦歓喜楊端和らが河南省の行を攻めてまず九条を取った。王翦は一人で敦与と楼陽を攻めた。それから見た、マナ、ふふ、頑張れ私。それからまた皆兵を合わせて一軍となった。王翦が将軍となると18日で軍中の徒職以下の功労のない者は帰らせ、およそ10人の中の2人だけを選んで従軍させ、軍を精鋭にした。そして行と安陽とを取った。後に歓喜が将軍となった。12年文信公不意死す、密かに葬る。その社人の臨する者、神秘とはこれを追い出し、神秘とは600席以上は尺を奪いて移し、500席以下にして臨せざる者は移して尺を奪うことをなからしむ。今より以来国事を操りて不動なることを求愛、不意のごとき者はその門を席することをこれになぞらえんと、秋求愛の社人の職に移されたる者を返す。この時にあたりて天が大いに日照りし、6月より8月に至りてすなわち雨降る。12年に文信公呂不韋が沈黙で死んで密かに葬られた。不韋の社人の葬儀に列して国窮したもので、三親の出身の者は国外に追放し、神人で600席以上の者は爵位を剥奪し、職の暴宮に移し、500席以下の者は葬儀に列しなくても暴領に移したが、爵位は剥奪しなかった。そして今からのち国事に参与して不動を行うこと、
求愛や不意のようなものはその一門の席を没収して奴隷とすることは求愛不意と同じようにすると布告した。秋に求愛の社人で職に移されていたものを復帰させた。この頃天下は大日照り続きで6月から8月まで照り続いたが、8月になってやっと雨が降った。13年寒気趙の兵用を攻む。趙の将胡趙を殺し首を切ること10万。王河南に行く。正月彗星東方に現る。10月寒気趙を攻む。13年に寒気が趙の河南省兵用を攻め、趙の将軍胡趙を殺し首10万を切った。秦王が河南に遊んだ。正月に彗星が東方に現れた。10月に寒気がまた趙を攻めた。14年趙の軍を兵用に攻め、義安を取りこれを破りその将軍を殺す。寒気兵用武将を定む。寒気秦に仕えす。秦李氏の計り事を用いて火をとどむ。火運用に死す。漢王神道ならんと乞う。14年に趙軍を兵用に攻め、義安を取って趙軍を破りその将軍を殺した。漢気が兵用と武将とを平定した。漢の公子漢比が使者として秦へ来た。秦では李氏の策謀を用いて漢比を抑留し運用の獄に投じた。漢比は先制省の運用で毒を飲まされて死んだ。漢王はついに秦王に臣下になろうと願い出た。15年大いに兵を起こす。一軍な行にいたり一軍な大元にいたり楼門を取る地位動く。15年に大いに兵を起こし一軍は行にいたり大元軍の楼門を取った。もとい15年に兵を大いに兵を起こし一軍は行にいたり一軍は大元にいたり大元軍の楼門を取った。この年に地震があった。16年9月にもとい16年9月そっと発して地を漢の南陽に受け唐を下士とす。初めて礼して断子をして年を処せしむ。義地を真に剣ず真理由を置く。16年9月に兵卒を発して漢の南陽の地を受け取り大師の唐をそこの仮の長官とした。この年初めて断子をして年齢を席に記させた。徴兵のためである。義が土地を秦に献じた。秦はこの地を霊友とし理由とした。17年大師と漢を攻め漢王安を追うことごとくその地を射る。その地をもって軍となし名付けて永泉という。地動く。火曜太鼓を出す。民大いに追う。17年に南陽の仮の主であった大師の唐が漢を攻めて漢王の安を生け捕りにし漢の領土をすべて秦のものとした。秦はその地を軍として名付けて永泉軍と呼んだ。この年また地震があった。火曜大鼓が降挙した。民は大飢饉に襲われた。18年大いに兵を起こして趙を攻む。王戦上地に将とし政権を下し丹は課題に将たり業界趙を打ち丹は簡単城を囲む。18年に大いに兵を起こして趙を攻めた。すなわち王戦が上軍地方の兵の将として河北省の政権を下し丹和が課題地方の兵の将となり教会も隊も打ち楊和は丹和は進んで趙の都簡単城を囲んだ。19年王戦教会ことごとく趙の地を停止し東洋にて趙王を得たり
兵を引きて縁を攻めんと欲し、中山にとんす。秦王簡単に行き、諸々の勝って我が王が長に生まれし時の母の家と旧王ある者は皆これを穴にす。秦王帰り、大元上軍より帰る、始皇帝の母の太后宝珠、長の公使か、その僧数百人を率いて大に行き、自立して大王となり、東の方縁と兵を合わせ、上国に軍数、大いに有。19年に王翦と羌海がことごとく趙を平定し、その領土を取り、山西省の平陽で趙王を捕らえ、さらに兵を率いて縁を攻めようとし、山西省の北部中山に駐屯した。秦王は簡単に行き、かつて王が趙で生まれた時に母と旧恩関係にあった多くの者を皆穴埋めにして殺した。それから秦王は帰り道を大元と上軍に取り、そこを経て帰った。秦王の母の太后が講じた。趙の公使かが、その同族数百人を率いて大に行き、自立して大王となり、東の方の縁と兵を合わせて、河北省の上国に陣を張った。この年、大飢饉となった。20年、燕の大使丹、秦の兵が国に至らんことを憂えて恐れ、経過をして秦王をささしむ。秦王これを悟り、家を退会して、持って殿、志向して王戦進勝をして燕を攻めしむ。燕大、兵を発して秦の軍を打つ。秦の軍、燕を益水の西に破る。20年に燕の大使丹が、新兵が燕の国土まで攻めてくるのを憂え恐れて、経過を使わして秦王を刺殺させようとした。秦王は咸陽に来た経過と会い、その行動に気がついて討ち捕らえ、身体をバラバラにする大会の刑に処して周に見せしめにした。そして王翦と秦将とに命じ、燕を攻めさせた。燕は大と共に兵を発し、秦軍を迎え撃った。秦軍は燕軍を益水の西に破った。21年、王本慶を攻む。すなわち、ますますそっと発して王翦の軍に至らしめ、ついに燕の大使の軍を破り、燕の慶城を取り、大使丹の首を得たり、燕王東の方領土を治めてこれに応たり、王戦病と射して老気す。新帝藩す将兵軍将兵君栄に移さる。大いに雪降る。深さ二尺五寸。21年に王本が慶を攻めた。一方秦はますます兵を起こして王戦の軍に送り込んでこれを助け、ついに燕の大使の軍を破って都の慶城を取り、大使丹の首を得た。燕王は東に逃れ、領土を入手してそこの王となった。王翦は老病のゆえをもって将軍を辞して帰った。新帝に反乱が起こった。将兵君はこれに連座して楚の都の栄に流された。大雪が降って深さ二尺五寸に及んだ。22年、王本魏を攻む。河口を引きて大量に注ぐ。大量城破る。その王くだらんと乞う。ことごとくその地を取る。22年に王本が魏を攻め、黄河から堀割で水を引き、魏の都の大梁に注いだ。大梁城は崩壊した。魏の王、河は、降参を願い出た。秦は魏の領土をことごとく取り上げた。23年、秦王また王翦を召し、強いてこれをたたしめ、
将として慶を慕しむ。仁より異難平与に至るまでを取り、慶王を虜にす。秦王遊びて英鎮に至る。慶の将公園、将兵君を立てて慶王となし、秦に淮南に反す。23年に秦王は再び王翦を召して、強いてこれを起用し、軍に将として慶すなわち宋を打たせた。王翦は河南の陳から南の平与まで、の地を占領し、宋の負傷、負数を捕虜にした。秦王は有功して英、陳まで行ったが、宋の将軍の公園が将兵君を盛り立てて祖王とし、江南の地で秦に背いた。24年、王翦蒙武、慶を攻め、慶の軍を破る。将兵君死す。公園ついに自殺す。24年に王翦と蒙武の二将が宋を攻めて、これを破り、将兵君は戦死し、公園はついに自殺した。25年、大いに兵を起こし、王翻をして将として燕の領土を攻めしむ。燕王姬を得たり、帰りて代を攻め、代王賈を虜にす。王翦ついに慶の江南の地を定め、越の君を下す。海慶軍を置く。5月、大いに干す。25年に大いに兵を起こし、王翦を将軍として燕の領土を攻めさせ、王翦は公園の姬を捕虜とした。王翦は引き返して代を攻め、代王の賈を虜にした。王翦はついに祖の江南の地を平定した。また、貧賀死して、越の君を下して、ここに海慶軍を置いた。5月に天下に命令し、秦が漢、趙、魏、燕、蘇の5カ国を併合したのを祝って大いに飲酒陥落した。26年、成王兼、その将、高将と共に、兵を発してその政界を守り、秦に通ぜず、秦将軍王翦をして燕の南より成を攻めしめ、成王兼を得たり、秦初めて天下を合わす。上将御子に礼して曰く、異日漢王、地を入れ字をいたし、半身足らんと乞う、すでにして役に背き、長を義と合唱して真に背く。故に兵を起こしてこれを中し、その王を虜にせり、家人もって善となし、子犬が湧くは兵格をやめんと。女王、その将、李牧をしてきたりで役名せしむ。故にその知事を返す。すでにして近いに背き、我に大言に背く。故に兵を起こしてこれを中し、その王を得たり。長の公子か、すなわち自立して大王となる。故に兵を挙げて打ちてこれを滅ぼせり。義王、初めて訳して秦に復入す。すでにして官長と共に秦を襲うことを図る。秦の兵に注してついにこれを破れり。慶王、西洋伊勢を兼ず。すでにして訳に背き、我が南軍を打つ。故に兵を発して注し、その王を得、ついにその慶の地を定めたり、燕王は混乱なり、その大使譚、すなわち密かに経過をして賊をなさしむ。兵理その国を中滅せり。西王、交渉の計りごとを持ち、秦の使いを立ち乱をなさんと欲す。兵理中してその王を虜にし、西の地を平らげたり、家人、病病の身をもって兵を起こして暴乱を中す。宋廟の霊に頼り、陸王ことごとくその罪に服し、天が大いに定まりたり。今、名号を改めずんばもって成功にかない、後世に伝うるなからん、それ帝号を犠せよと。26年に、
西王の剣はその宰相の高尚と共に兵を起こして、その西方の国境を守って秦との交通を断った。秦は将軍の王奔をして燕から南下させて西を攻め、西軍を破って西王の剣を虜にした。これで秦は初めて立国を滅ぼして天下を統一したことになった。秦王は上書および文書と旧札を司る御史に命令し、次のように言った。かつて漢王はその領地を我が国へ入れ、国王の印状を我に差し出して半身足らんことを請うた。しかるに間もなく約束に背いて朝や義と合唱し秦に背いた。故に我は兵を起こしてこれを中し漢王を虜にした。わしはこの処置を良いこととし、それ以後は戦争はやめたいと願った。だから長王が宰相の李牧をよこして盟約させたとき、その人質を帰国させたのである。しかるに間もなく長はその盟約に背き、大権に反旗を翻して我に背いた。故に兵を起こしてこれを中し長王を虜にした。すると長の公子の家は自立して大王となって、燕と兵を合わせて秦に対抗したので、兵を挙げてこれを打ち滅ぼした。また魏王は初め訳して秦に帰服したのだが、間もなく漢や趙と共に秦を襲撃しようと図ったので、秦の兵が打ってこれを破った。また蘇王は西洋異性の地を剣じ我に背かないことを訳したのだが、間もなく訳に背き我が南部を打ってきたので、兵を起こして打ち蘇王を虜にし、ついに蘇の地を平定した。燕王は暗愚で惑乱した人物であった。そこでその大使の譚が密かに警官に命じ、わしを傷害しようとしたので、我が兵利はその国を打ち滅ぼした。また西王は宰相の高尚の計画を用いて我が使者と立ち反乱を起こそうとした。我が兵利はこれを打って西王を虜にし、西の地を平定した。格のごとくわしは微々たる身をもって兵を起こし、暴乱の諸行を中したのはこれ全く我が宗廟の神霊の明女に名女によるもので、立国の王は皆その罪に伏して我に降伏し、天下は大いに定まった。今にして名号を改めなければ、この天下統一の成功に応えて後世に伝えることにもこともなくなるであろう。何時らは愛ともに帝号を審議せよと。上書1、御史大夫卿定位氏ら皆いわく、昔御帝は地方千里にして、その外に幸福衣服あり、諸侯あるいは長子あるいは叱らざるも天子制すること後はざりき、今兵か義兵を起こし残族を中止天下を平定し、海大は軍権となり法令は一党による、上古より以来いまだかつてあらず、御帝も及ばざるところなり、神羅慎みて博士と義して曰く、いにしえ天皇あり始皇あり太皇あり太皇最も高し、神羅埋死して尊号を立てまつり、王を太皇となし、名を聖となし、霊を将となし、天子自ら称して鎮と言わんと、王曰く、太を去り家をつ皇をつけ、上古の帝位の号を取り、号して皇帝と言わん、他は義のごとくせんと。制して曰く、かなりと。宰相の王安、女子府の長官たる大夫の風教、警獄を司る官の帝位李氏らは皆言った。昔御帝が支配した土地は千里四方に過ぎず、その外は幸福及び衣服の地で、諸侯のあるものは散大し、あるものは散大しなかった。しかも天子はこれを抑えることができませんでした。
今陛下は正義の軍を起こし、人民を障害する者を中陸し、天下を平定し、海内を軍権の姓に改め、法令は一手から出るようになさいました。これは上古以来未曾有のことで、御帝も及ばぬところでございます。臣たちは慎んで教学官の博士と博士と論議し、次のごとく案を立てまして、昔天候があり気候があり大候がありましたが、大候が最も尊貴でございます。臣らはあえて死を犯して尊厳を立てまつり、王を大候と称し、王名を姓と称し、王令を将と称し、天子は臣と自称されますようにとなされたいということになりましたと。王は言った。太を取り去って孔をつけ、上古の帝位の号を取って皇帝と号することにする。その他はお前たちの義弟の通りにしようと。そして制定して義氏と認可をした。宗上王を追尊して太上皇となす。制して曰く、陳貴句、太古には号ありて送りななし、中古には号あり、死して行いをもって送りなとなす。核のごときはすなわち子を父を義し、臣君を義するなり、はなはだ言われなし。陳はこれを取らず、今より以来四方を除き、陳を始皇帝となし、後世係数をもってし、二世三世より万世に至り、これを無宮に伝えんと。始皇帝の父の宗上王を追尊して太上皇とした。始皇帝は次のように定めていった。陳は聞いておる。太古には号があって送り名はなく、中古には号があって、次第にその人の口上を調べて送り名を作ったと。このようなことは、子が父の行いを評議し、臣が君の行いをあげつらうことで、はなはだ言われのないことである。陳はこれを取り上げない。今より後は司法を送り名の方を除き、陳を始皇帝とし、後世は計り数えて二世三世と称して千万計に至り、これを無宮に伝えることにしようと。始皇終始五徳の伝をし、思えらく衆は家督を得たり、衆臣に変わる。道は片ざるところに従う、奉公は垂徳の始めなりと。年始を改め、長が皆十月作を用いう。衣服防生節気、皆黒きをたっとぶ。数は陸をもってきとなす。不法官は皆陸寸、思考して世は陸尺、陸尺をほとなし陸馬に乗る。改めて家を名付けて徳水といい、もって水徳の始めなりと、始めとなす。豪気霊神にしてことみな法に決し、国策にして仁義、仁恩和義なく、しかるのちごとくの数に可能と。ここにおいて法を急にし、久しき者は許さず。始皇は目下土金水の五行の徳の収支する次第を推察して思うには、衆は家督を得た王であったが、臣がその衆に変わった。そこで臣の徳は衆徳の勝てないものでなくてはならぬ、つまり火を消す水徳でなくてはならないから、今は水徳の始めとする。年の始めを改めて三朝拝賀を10月1日に行うことにした。衣服や帽、青、節、木、旗のいろいろのものの色は水徳で、水徳は陰で北方に属するから黒として、黒色をたっとんだ。数は水の数の6をもって標準とし、割符や宝冠の長さは6寸、車も6尺。
六尺を一歩とし、天使は六頭立ての馬車に乗り、黄河の名を改めて徳水と言い、こうすることで水徳の始めを表すと考えた。国事を取ることは手厳しく、ことはすべて法によって決定し、物を切り刻むように厳しく、人情ある恩和さはなかった。かくてこそ水徳の暗い理にかなうと思ったのである。ゆえに、法を用いることは少しの呵責もなく、久しく尊厳を犯した者は、久しく罪を犯さなかった者は、決して許さなかった。上昇腕ら申す。諸侯を初めて破れ、遠征慶は地位通し、ために王を置かずんば、もってこれを沈むることなからん。こう、諸主を立てん。ただ諸を幸いに許せと。四皇その義を軍神に下す。軍神皆もって弁なりとなす。定位、理士、義士ていわく、州の分部の法ずるところの指定、同性、甚だ多かりき、しかるに皇族、疎遠にして、相攻撃すること、九州のごとく、諸侯互いに相中罰し、州の天使、禁止すること、あたわざりき、今開大、陛下の神霊によりて一等して皆軍権となりぬ。諸子、後進は、皇の武政を読みて、諸子もとい、最小の王安らが上奏した。諸侯が初めて皆破れ去って統一されましたが、遠征慶の地はすこぶる遠いために王を置かないと鎮定できかねまする。どうか諸侯子を王にお立ていただきたい。陛下にはどうぞ調居されまするように。四皇その義を軍神に下す。軍神皆もって弁なりとなす。定位理士義士ていわく、州の分部の法ずるところの指定、同性甚だ多かりき、しかるに皇族疎遠にして相攻撃すること、九州のごとく、諸侯互いに相中罰し、州の天使禁止することあだわざりき、今開大陛下の神霊によりて一等して皆軍権となりぬ。諸子後進は皇の不全をもって重くこれに称しせば、甚だ足りて制しやすく、天がいいなからん。すなわち安寧の術なり、諸侯を置くは便ならずと。四皇はこの権威を軍神へ下して論議させた。軍神は皆これを便利であるとした。一人定位の理士のみが異議を申し立てていった。州の文王や武王が諸侯に報じたところの子弟や一族の者は甚だ多数でございました。しかるに後世になると、その親族関係は疎遠になって攻撃し合うこと敵のごとく、諸侯は互いに中罰し合いましたが、州の天使は禁止できませんでした。今や天下は陛下のご神意によって統一され、皆軍権となって定まりました。諸侯子や帝臣は、後進はそれぞれ国家の不税から厚く恩賞として下賜されて誠に十分であり、かつその方が統制が取りやすく、天下に謀反の意思を起こす者もなくなると存じます。これすなわち国家安寧のすべであります。諸侯を置くことはかえってよろしくございません。四皇曰く、天が共に戦闘に苦しみ窮せざりしは、皇王ありしをもってなり、総武用によりて天が初めて定まりぬ。またまた国を立つるはこれ兵を立つるなり、四皇してその寝足を求むるは兄肩からずや、定位の義ぜなりと。天下を分かちてもって36軍とし、軍に衆位官を置く。
始皇はこれを聞いて言った。天下が共に戦争に苦しみ休息できなかったことは諸侯があったためである。我が宗廟の御神霊によって天下はやっと安定した。しかるにまた諸侯の国を建てるのは戦乱のもとを樹立するために樹立することになる。それでは国の安寧休息を求めても難しいことではないか。帝位の意見が良いようであると断を下し、天下を分けて36郡とし、郡ごとに行政調布の官と、行政調布の首都、武士の官の意と観察する役の官を置いて治めさせた。改めて民を名付けて剣士という、大いに干す天下の兵を収めて、これを官用に集め、溶かして持って消去金銀十二を作る。重さおのおの戦績定級のうちに置く。宝土宝石上位尺をいつにす。車は木を同じうし、書は文字を同じうす。地は品がし、地は品がしは海にいたり朝鮮に及び、西は林島胸中にいたり、南は北京湖にいたり、北は蚊によりて蔡を作り、陰山に沿い両島に至る。天下の豪風を官用に移すこと12万戸。諸病及び将来上林皆異難にあり、新諸侯を破るごとにその旧疾と社法して、これを官用の北藩のほとりに作り、南の方位に臨む。陽門より伊藤、慶、伊に至るまで、面屋、福道、収穫、愛食す。得たるところの諸侯の美人証拠はもって、これに満たしいる。民と呼ぶ名を改めて、真が尊んだ黒の意味を持たせて、賢主と呼んだ。天下に命令して大いに宴会を開き、太平を陥落させた。天下の兵器を没収し、都の官用に集め、妖怪して、釣り鐘と釣り鐘をかける京都銅像十二を作った。その重さはおのおの千石で、宮廷に安置して兵器を用いないことを示した。宝土すなわち、マス目、鉱石すなわち、はかり、乗尺すなわち物差しを一定した。車の両輪の幅を一定にし、書は焦点を作って文字を統一した。その領域は東は海に至って朝鮮に及び、西は甘粛省の林朝胸中に至り、南は北湖に至り、北は黄河の流れによって頂上の要塞を築き、陰山に沿って東方の両島に着いた。天下の豪族と府家十二万戸を、府家富田家十二万戸を官用に移住させた。諸病や正代という高台、上林園などは皆伊水の南の地に集めた。秦は諸侯を破るごとにその滅んだ国の救出を招いた建物を官用の北藩のほとりに建てた。それらの建物は南の方は伊水に臨んでいた。官用の建物は壮大美麗を尽くし、陽門から東の方渓水伊水に至るまでは殿屋宮殿をつなぐ2階建ての副堂、周囲に渡り廊下のある高殿の収穫などが続いており、諸侯から獲得した美人や楽器などをその中に充満させていた。それではただいまここまでにします。それではまた後ほど。ありがとうございます。ごきげんよう。